はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。コメデン続きやっていきたいと思います。いよいよですね、キザの戦いにね入りますね。序章、魏は宗信を出してきたようですとね、宗信率いる魏軍が祁山へ向かいましたと。ほう、宗信がついに魏も本気になったようだな。では加工房のようにはいかんなと。序章、我らも祁山へ向かいましょうと。うむ、我らも陣をする祁山へ移すとする。直ちに祁山へ進軍だと。祁山近くに陣を敷きましたとね。また魏軍の軍師王羅が序章に書状を送ってきましたと。おう、書状を。これにございますと。うむ、どれどれ。おう、王羅め、私に論戦を挑むというのかと。はっはっは、面白い。芝居ならともかく王羅ごとき老臣では私の相手にはならぬわとね。よし、わかった、この挑戦受けて立とうと。しかし油断はできません。この書状も、義の観察やもしれませんと。油断させ奇襲を狙っているかもしれません。ここは慎重に相手の出方を見た方がと。序章、王羅の挑戦を受けるか、相手の出方を見るか、どちらかをお選びくださいと。ということで、ごめんなさい、これはね、挑戦受けたいと思います。はい、わかりました。では序章自ら陣頭に立つのですねと。うむ、私は誰の挑戦でも受ける。では出陣すると。で、今回はね、軍を二手に分かれますので、孔明さん側までが先にやらないといけないので、誰がいいかな。長宝さん、義援さん、で、馬体さん、五位さん、馬食さん、どうしようかな。馬食さん、こっちについてこさせようか。彼を連れて行きたいんだ、今回は。トラ使い。あ、いたいた、ご飯さんね。はい。で、舌戦が始まりますね。漢上将武老公の諸葛亮、亡くなった後はね、武功様武功様ってよく言われてましたけどね、縮めて。漢の使徒王羅の挑戦を受けてまいったと。王羅よ、いずこにおるか。
我こそは大義の使徒王老、我が挑戦に心よく応じてくれたことを感謝すると、この王老職の上昇孔明殿にいくつか問いたきことがあると、ぜひとも答えられたしと。王老は弁舌に長けた男、論戦で上昇を任し軍の士気を上げる魂胆でしょうと。それでは孔明殿に質問いたし、孔明殿は自ら、漢中学義になぞらえるほどの才能を持ちながら何故に、名分のない戦いをするのかと、上昇どのように答えますかと。これはね、一番違う。名分名分と騒いでおるが、貴様ら賊を撃つのに名分が必要とは知らなかったわと。ふん、小国の分際で我ら大義を賊呼ばわりするとはな。では次の質問だ。かつて、大祖部と武皇帝は黄巾や董卓の乱で、乱れ切ったこの国を平定する偉業を成し遂げたとね。この偉業は万民の認めるところであって、我が大義の誇りでもあると。さあ、これをどうお考えかと。これも一番ですね。何を寝ぼけたことを言っているかとね。結局は董卓に代わって簒奪を行っただけではないかとね。天下は未だ漢呉魏に分かれ、辺境では異民族が割拠しておると。何が天下統一の勢いだと。お、己さ、最後に貴様に聞こう。我が大義には100万の兵がおり、1000人を超す名将がおる。この大軍を相手にして戦うのは天道に逆らうことだ。天道に逆らうことが滅びの道であることは聡明な貴殿には分かるはずと。孔明、潔く降伏せよと。これは一番ですね、これはおかしい。畜生以下の男がこうも天道天道と騒ぐとはなと。な、何、この使徒たる王老畜生以下だと。そもそも貴様は漢の会計大衆だったと。漢の禄をはぐんでいたでいいと思うんですけどね。はぐんでいた男が、逆賊に与するは値するは漢にとっては畜生以下の振る舞いだ。逆賊に値した畜生がいくら天道を語ろうとも人の心は動かぬと。全く笑いが止まらぬわとね。お、己孔明、論戦でこの私が負けるとは思いもしなかったと。うはーってなくなっちゃうんですね。あはは、王老様ダメだ、亡くなられてると大変です、今の論戦を聞いた兵士がやる気をなくしておりますと。えい、王老の敵じだ、職務を蹴散らせとね。あ、宗純さんこっちにいるんだね。はい、敵軍も必死になっている、死力を尽くして義軍に対するのだとね。長保さんこっちにいたよね。あ、いるね。で、さんさんに与え、あれすると一騎打ちになるらしいんで、ちょっとレベル上げのチャンスですね。本当ボーリングやってるような音だよね。早く30に上げたいよね。トラ使いが足が遅い。さあ、こっちもね、そのためにちょっと軍師系を3人置いてるんで、まあロングレンジは軍師の2人に任せて、はい。ああ、まず自分の回復に努めましたね。ちゃうんじゃないかな。
ああ、まあ警備ですけどね、ダメージ的には。主さんさんはね、ダメージを与えてから、ん？ああ、長保さんにね、与え、当てたいよね、これね。これでいいね。で、仕留めちゃいましょう、ボイザンで。上がった、よし。ああ、横にも行くんだね。あーもう一丁、あーないか。こやつらがどこまで、あー結構出てこれるな。よし、片付けた。うん。ああ、だんだん効果がね、なくなってきてるね。おお、そんなことすんだるんだ。おいしょしょしょ、危ない危ない。あ、被害受けなかった。ダメージ与えてからの方がいいよね。下流にしときましょう。そうか、義援さんでも行けるんだ。俺様の名は義援、命が惜しくなければかかってこい。敵将はどこだ。
この私が相手になろう。おりゃ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 、そんな腕で勝てると思ったか。どれ、ふっ、思い知ったか。まあいいか。重宝さんでね、レベル上げようかな思ってたんですけどね。よし、これで仕留めれるでしょう。僧侶さん出てきたね。おお、そっちへ来るか。ああ、トヨさんやばいね。耐えれる、うん、これは大丈夫よね。ああ、豪華はあるけどっていうところか。削ってからの方がいいよね。ガオ。ああ、マジで。もうしょうがないね。
下流でも行けたかな。はい、行った。中途半端うん、体力がねあるからでしょ。これで全部終わりね。あ、クワイさん退却しちゃった。あー結構食らうな。はい、ではですね、戦闘の途中ですけど、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。